第46回青少年研修登山に参加した。46回とあるが、コロナの関係で3回ほど抜けてるから、ほぼ50年近く前にスタートした行事です。比叡山のふもとから比叡山会館まで過酷な登山道路でした。うわ、何歳ですか？3歳です。かぁ、登るん一人で？私が悪戦苦闘する中、普段からね、3歳の男の子はお父さん、おじいちゃんのおんぶなしに登りきりました。どこまで続くんやな。これ近道やったやつやな。へえ、絶対カハウスでは登られへん。こんなとこ今の3歳登ってくんねやろか。クラッチーな、ここはすごいね、これ。うわ、登っていきよって。 YouTuber なんですけど、はい、撮らせていただいてもよろしい、岡さん？はい、ありがとうございます。すごいな。おじいちゃんですか？はい、わあ、わあ。おじいちゃんはおいくつ？73になります。ああ、そうですか。すごいな、僕。おじちゃんもアップアップや。うん、いやいや、俺。3歳のお父さんが担いでるリュックはいつでも乗せれるようになっています。僕らお寺の あの方らに引率されてきた。はい、お寺の紹介。はい、お寺が媒体で。今からどちらまで行かれますか？なんとか会館。個人研修であるところですか？はいはいはい、研修。青少年な、はいはいはい、俺ら青少年でもないんやけどな。いやいやいや、もう日帰り、日帰りです。ぜひあれをお勧めします、個人研修。え、何研修？個人研修というのが上であります。比叡山高校特有のやつで。比叡山高校の方？はい、そうです。みんな OB？ いや、違います、違います。私だけです。ああ、そうだ。ちょっと山の中でこもるやつがあるんです。上行ったらしい。はい、YouTube なんて検索したら。あのね、よう聞いてくれた。はい、TRY 高広で、ぜひ。高広さん、はい、お願いします。ぜひ絶対あげます。いやいや、何の団体言うたった？ランニングチーム。ランニングチーム、はい、神戸市って言うんです。あ、神戸から。はい、神戸から。海外人、あまり地元の人戻ってます。まあ、この人だけ比叡山高校なんです。ああ、そうなん。わあ、しっかり18年前しっかりした足。やっぱ足、みんな素晴らしい足やな。足しとうわ、ほんと。山の人少ないんですけど、ね、道路で鍛えてるんで。ああ、そうなんや。山にも行こうかなと。ああ、13日、
ですよ、比叡山トレイル。あ、エントリーしと、はい、あの半分以上。へえ。いきなり出るので。ああ、そうなんや。判明させていただこうかなと。へえ、すごいすごい。みんなあ、オープンやわ。あ、やっぱり彼らは若いだけあって早いのはもう見えへん姿。え、何号車ですか？2号車はどんな方々？いや、地区やね、地区で。大三寺って明石の。はい、明石。大三寺マラソンであった昔。うん。え、大三寺の方？ああ、ああ、そうですか。有名なお寺やね、大三寺。あれは明石市ですか？いや、あの今は神戸市に移ってないんです。ああ、そうですか。だから明石行事とは何かでも自然がある。あ、大三寺と、はい、おお、そうですか。あ、できるまでに行って。あ、未完成という感じって聞いたけどね、あの最高はね。なんかそんなこともちらっと聞いたような気がするけど、定かじゃない。おお、ヤグラだけ終わった。そう、なんかまあ、もうちょっとでみたいなぐらいやったって話が。あんまり出てけへんもんね、明石城の。そうですね。ことが。高松城まあ行った時に、そのみんな話、明石城が出てこへん。なんか全国のお城みたいなみんな乗ってる。あれ、なんでなんですかね。やっぱりその。できてなかった。でも本丸か二の丸か。初めてやいて、そんなことない？そんなことはないと思う。あ、そうなん。うわー、すごいな。まだまだや。一言も厳しい、あ、登山道ですよ、ってか一言も書いてなかった。こんにちは。あの、僕カゴワなんですけどね、はい、高見倉月3回これでも登ったんですよ。だけどあそこは304m だからもう40分も登ったらついてまうんですよ。で、あそこの素晴らしいのはね、必ず挨拶してね、でまた返してきてくれるんですよ。ほんと 100% 言うていいぐらい帰ってきますわ。すごいな、ほんま。全く道路から外れとんもんね。これ水が流れるとこちゃうか。ふわふわ。いや、こっちよくちゃ。ちょっと休んでから行きます。どうぞお先に、お先に。あ、最後尾、最後尾抜かされへんのや、はい、えらいこっちゃ、ゆっくりで大丈夫。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。こんなあの無理せんと、はい、もうゆ、はい、ゆっくりもマイペースで行ってます。最後尾の方なんや。全然時間あるんですよ。この最後尾の方に向かされたらあかんな。まだ11時半。6時半。そうやな。でもまだ早いぐらい。あとこれ何時間続くの？1時間ぐらいで着くと思うんです。あと1時間。これで2時間経っても全然問題ない。俺がどんびり。なんやねん、高見倉で月3回訓練してんのに。なんやねん。
これがドンビ。へえ、すごいなみんな。今日全員で 何人参加なんですか。あ、100人の中で俺がドンビリ。あ、そう。最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が良き日で素敵な一日になりますように。79ですわ。